もう一本あんのか。すげえいいタイミングでかかってきます。<laughs> も,しも,しもしもし。もしもし。こんばんは。えー、ちょっと待って。はい、はい、こんばんは。ありがとうございます。今日は。あ、こちらこそ。ちょっと家のテンションなんで、ごめんなさい。ほう。<laughs> この時間になると、静かし、静かにしなくちゃいけない。 あ、そうなんですね。そうなんですよ。え、ちょっと待って、聞いたことあるよな、絶対な。え、ちょっと待って、ショックすぐ分かってくれると思った。<laughs> あ、ほえ、ちょっと待って、うん。ああ、の、別れの時の涙は嘘の涙だったのか。<laughs> ちょっと待って、本当さ、なんか、これは、この番組のチームが悪いのか、本当にそのなん。すぐ分かってくれない時の、その感じやめてほしいな。 いつものように声張りますね。はい。さあ、続いてのゲストはこの方です。はあ、わはははお久しぶりですね。<laughs> お久しぶりです。わかりましたできねーお久しぶりです。で,できねえです。全然、だって電話なんかしたことないから。<laughs> そうそう、したことないからね。<laughs> したことないし、そらそうだ、この時間は、こんな時間にすいません。だって。そうそう。今。そうそう、寝かしつけ終わって。でしょはい。 こ子供が寝てる隣の隣の部屋で喋ってるからちょっといや,い,やいいです<れ>いいです全然いいんですそんな <laughs> えう、ー、嬉しいいやそりゃ気づかないわそのなんか自分を擁護するわけじゃないけど <laughs> ですよねいやいやいやだって本当に電話で話すなんて本当多分ない <laughs> ないですよねないないないラジオに来てもらったことはあるけどそう最後に会ったのもラジオだったんですよねだから目の前で喋ってるから全然そういうねうわっ 新鮮なんかえー、あれお元気ですか元気ですよ、まああの全然インスタとか見てますから、うん、そ,そういう情報はね入ってますけどありがとうございます最後にあったのがうん、うん、2>, 2年弱前であの浜マさんのラジオに出させてもらってはいはいはいそうですその時から今日までの間に2人子供を産んだっていういやそうでしょそうですよいやそうですよだからあの普通にこうニュースで拝見してますよそれを拝見しましたよ <laughs> ねね、だからそのママになる直前でしょ僕が多分そうですよねそう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 、えーね、そうそうですそうそうそう元気ですかいやまあもう変わらずやっておりますよ最近何やってんですか最近はあの、まあ、バンドも本当に2年半ぶりぐらいに人を入れてのツアーができて、うんうん うん、それは無事に終わったりですとか、うん、あとは今お昼の番組でラジオを喋ったりとかはははいはい、はいしてますね。あとはなんか呼んでもらって演奏したりとか、あんまりだから一緒にお仕事してた時と変わらないかもしれないです。嘘だね。いっぱいテレビで見る。なんか <laughs> いやいやいや、あ、それなんかあれか、あの、ちょこっとこう CM にね、 出させてもらったりとかありましたけど。いや CM も MC もなんかいろいろやっちゃって。いろいろやっちゃってじゃないですよ。<laughs> いやで、ね、そんなあでも一個ねは一個始まりましたねそういうのも一つ二つうそう。お俺売れてるなって思ってます。<laughs> いやいやそれはね思ってないです全然。ただなんか、うん、俺みたいな人にもそういうチャンスがあるんだなとは思ってますね。 え俺みたいってどういういいこといや,いやなんかほらそのい,ついつまでもというか、ね、一緒にだって4年半も番組やらせてもらってましたけど、うん、なんかそのやっぱりいつまでもテレビは見る見る人だから、うんうん、だからなんかそのテレビに出てまあテレビじゃなくてもそうなんですけどなんか表に立ってこう話したりなんならちょっと視界、うんえーま、じみたことをやるっていうのは うん、もっとすごい人たちがやるものだというやっぱりすり込みもあるしそのやってみての体感もあるからだからなんかあの、ね、言ったってバンドマンですしなんかそういう、うん、それを本職にして二十歳の時から頑張ってますじゃないから僕はだからそういう人でも、うん、でもなんか見てくれてる人がいてそういう話が。 来るんだな自分にもとは年々思ってますね。お話自体はやっぱり増えたので。相変わらず謙虚。<laughs> でもそれを、ね、そこが好き。ああえそこが好き。今それをそこが好き。それ,ね、<laughs> それずっと言ってくれてますもんね。でもね。謙虚。うん。いやでもほらそれは一緒にやったあれ本当でかいですからねマジで。あの今これ繋がって喋ってるからじゃなくてこれはどこでも言ってますから僕は。 本当ですかあてかあれこれ見てる人はあれかな私たちが一緒に番組やってたと知らない人がそうです音楽番組やってたんです2人で皆さん今僕の前にはカメラが山ほどあるんですけど <laughs> <laughs> だから僕が先に伝えとくとそうなんです一緒にやってたんですよ、はい、4年四年半ぐらい4年ですね,ねもうかなりいや四年半って相当長いですよやっぱうんかなり大きい、うん、大きい出来事かなりの月日だと思ってますで不思議なもんでなんか その時の仮に写真とかゲスト表とか見ると全然思い出せるんですよね、うん、4年半もあったのにわかるもう一回一回の収録はしっかり焼き付いてるんですよ、ね、今だから2つねテレビで、うん、レギュラーでああいうふうにちょっと喋らせてもらうのありますけど当時全くないから、うん、ラジオはちょこちょこやらせてもらってましたけどそうなんだそうですよだ絶対嘘だそれはもう絶対に嘘って言って <laughs> でもなんかあのフルコラスのチームが直接話に来てくれて僕はそメッキーさんが言った言ってないはもう,、うん、もうまあそれはあってからでいいやと思ってそのまあスタッフチームが本当に素晴らしい人たちだったんで、うんね、僕でいいならって言うんで初めて本当そうですよね初回の収録で始めましてって言ってそうでももうそのしゅもう1本目の収録であこの人とやりやすいわ最高の相方さんみたいな人出会えたわって思って<笑><笑>そう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 だから やっぱね、そういうでもちろんこ表の世界でやってきたキャリアっていうのはもちろん事実としてあるわけじゃないですか物理的にね、うん、たくさんそういう人にそのねそうやって言ってもらえるのはとても安心でしたよ僕にしたらだって本当にやりづらかったら絶対もう、うん、なんか23か月後にしれっと絶対クビになるんだろうなと思った <laughs> そんなことないもう最高でしたよ初回から。ででももああれ不思議なもんであの 俺はその今自分のバンドとの距離感ともすごく通ずるものがあるなって振り返っても思うのが今こうやって喋ってますしその当時の話も全然こうやって喋れるけどなんかスタジオに入っっててかかから喋ってたじゃなないでですすそうねんか裏で楽屋行き来して喋るとかもないしあの連絡先も知らないしそういう意味ではその直接的な。 そうなんですよ。絶妙な距離感なんですよ、そたち。そうそう,そうなんかその、<laughs> あんな感じで4年、4年もやってたのに、うん。なんかね、全然知らないこといっぱい知らないし。そうですね。でもそのなんかオンステージの時だけ、うん。ああいうこうテンションで、あの、二人でやるみたいな。うん。それがね、すごいあのい、うちの4人で集まる時にもちょっと通ずるものがあって、うちも、 裏で全然喋んないから。ああしい嬉しい。なんかその、はい、スタートって、まあテレビでもいいですし、うん、ライブでもそうだけど、そうならないと、うん、なんか世間のみんなの印象の岡本図にはならないんですよ、今だに、ね。はい,は,いはい。なんかそれにすごいね、うんうん、やっぱ振り返って思うのは近かったっすね。わかる私もなんか本当に、あの、 名前気ですけど、相方みたいな感覚があって。本番だけばっちり決めればいいや。<laughs> そうそう。本当そう。だから、あの、次のゲストが来られる合間とかじゃないと、ほぼ雑談とかもしなかったし。そうですよね。そう。私ね、うん、でも一個気になってたことがあって。うんうん、私、ぶっちゃけね。うんうん、すっごいテンション高い人って苦手なんですよ。 で、たまにね、うんうん、たまにすっごいハイテンションでわーって来られると私ちょっと引いちゃう癖があったんですけど、一回ある、うん、あのすごいテンション高いゲストさんが来る収録の寸前に、うんはい、浜さんがこっそり私に今から来る人ちょっとテンション高いですってなんか、ふわっと伝えてくれたんですけど、<laughs> あれは別に私テンション高い人苦手って言ったことないのに、うん それれを感じ取っっっっってて言くたたたののかか普通にに何も考えずに言ったのかどっちだったんだんろうってああの、ね、答え合わせ的な返事にはならないですけど、うん、だ要は今それ言われて「いや実は感づいてましたよ」とかじゃないけどでも、うん、それをわざわざ言ってるってことは多分、うん、傾向として言っといた方がやりやすいだろうなって思ってたはずだから無意識には思ってたんじゃないですか多分。 相方だってね、別に毎回そんなこと言わないですもんね。そ僕の知り合いとかが来る日もあったじゃないですか。うん、あの僕全然仕事したことある人。るね、でも、うんうん、いちいちそんなこういう人なんでとかも、そんなね、挟まなかったですもんね。うん、全然なかったけど、そのある一回が、なんで行ったんだろうと思ってで、実際その情報入ってたから。うんうんうん 生まれたんですよ収録ああなるほどで、ね、もちょっとこうそうそう、うん、聞いといてよかったっていうのが「えっさん私の性格めっちゃ分かってくれてんじゃん」と思っていやでもなんかさすがになんかあったでしょうねその会話せずともっていうそのなんかね比重のバランスの取り合いみたいなのは多分無意識にしてたじゃないですかきっとうんあったなんかこういう時は今はあの多分 任せた方がいいんだろうなとかまあ偉そうですけどね <laughs> 俺が言うのもなんかそのいやまあでもそれまた逆とかねかなんかありましたねだからアイドルの人たちも出るしバンドマンも出るし、うん、先輩結構お御所の方たちも来てくれた番組じゃないですかね<ー><だ>そうでしたねだからなんかそのちょっとこう得意分野でお互い立ち向かっていくみたいなうんうんそういうなんかバランスの取り合いはすごいしてた気がする無意識だと思いますけどね。 そうですね懐かしい楽しかったな,いやなんか本当ありありこほ本当ついこの間でも、うん、あの僕が今一緒にラジオをやっている女性が、うん、長くそれこそ同じぐらいかな4年5年やったレギュラー番組を、うん、あの卒業されるっていうな,なりましてこの間ねでなんかあのいや最終回泣いちゃうんじゃないのみたいな話ちょうどしててスタッフチームと。 いやでもなんかいや泣かないそこは泣かないように頑張りますみたいな会話だったんですよその最終回放送前、うん、直前うん、うん、で俺すげえみんなになんか泣かなそうみたいなそういう時そういう時なんか,、うん、かでもう鉄仮面でいるでしょ浜さんはみたいな会話になって、うん、いやいやいや俺って「フルコーラス」の最終回の話していや、うん、もう全然放送もされてますしみたいな <laughs> <の>、ね、そんなことないよっって。 うん、でも最初で最後かもしれないですね。俺自分のライブの周年とかでもないし。マジですかいや、まあ、私もん最終回ね、ハマ、うん、さん泣いた時びっくりしたの。で、私なんか終わったって言ってましたけど、その、俺がああなるっていうので、ちょっと鳥が引かれた感あったって言ってましたよね、その。そう、私も泣かないように、泣かないって思ってたけど、ねうん、え、ハマさん泣くの <laughs> そう、横見たらなんか、お前泣くのみたいな感じですもんね、多分ね。<laughs> スタッフの人もねみんな多分そうだったと思うそうだから今日のこの電話の最初出た時に「別れの時は泣いてくれたのに」っ言ったらそのことなんですよすぐつながりましたそういうことで「別れの時はなんか意味を含むじゃん」と思ってこれ本当に誰か言われないからなんかもうどうしよう誰と思っちゃってそそそうううあれ最近はななんか泣泣きましたどううい時くの最近んだろうな ええ、なんだろう、最近あ、でも。映画とか、うん、あそうですね。そういう、だからものに。でもなんかよくその、泣かなそうとか言われるのはね、結構心外で、全然ね、うん、全然愛の不時着とかで泣くのよ。えベータ <laughs> いや、そうでしょ。ごめんなさい、そうなんです。全然、あの、大泣きみたいにはならないけど、こう。あの、浜さんでその、はい、謙虚さもあって、すごい、人としてはまっすぐなんだけど、 いい意味でひねくれてる人なんですよ。<laughs> いや、まあ、言われますわ。それは。それ、私と、あの、ひねくれ方が全く一緒だなって、いつも思ってたんですけど。<laughs> だから、なんかね、<laughs> はいはい、そういう、まっすぐなラブストーリーとかも、けっみたいな感じであ<ー>。でしょう、ね、優勝がそう、そう、あるんみんな多分そう思ってんだと思う。いや、全然、なりますよ。あとは、まあ、なんかちょっと音楽に付随するものとかは結構感情るにしちゃうから、そういうことはあるけど、 そうなんだもうだから多分年齢もあるなとかちょっと思いますもん。やだちょっと待ってかわいい。ハマさんかわいい,、はい、いやだ一緒にやってた時は何な,なかってかもしれないですねきっと。いいじゃないですかいい年の重ね方してる。なのかななんかそうなんでとはいえベッキーさんも絶対そうだけどイメージってある一定のところで止まるでしょ世間とか周りの。 こういういキャラとか、うん、だから、ね、やっぱりそれを改善していくことってめちゃくちゃテレビに出たりとかしたって無理なんですよ、うん、きっと。いや俺は別に出てないけど、うん、どんなことしても多分その印象を持った人のその瞬間が覆ることって意外とないっていうか難しいいっていうか覆すそうですね。ねもうその人が決めちゃっってるから、ね、そうだかららねだやっぱりうん、うん もうその要はツンケンしてるイメージがあんなかなそうとかそういうイメージで止まってる人はやっぱり多いと思うんですよね。そ <laughs>、ねうんうん、そっかそっかかだからベッキーさんも俺は一緒にやってたから一緒にやってる中での、うん、まあさっきそんな裏でいっぱい会話したはないとか言ってたけどとはいえそういうものでは得られない情報は逆に僕も得てるじゃないですかきっとね。そそううですねだからなんか やっぱ世間のみんなっていうか全然テレビで見るべきとか、うん、そういう印象とは真逆なポイントも僕の中ではたくさんあるから、うん、でもなんかね俺こんなこと言うのもあれですけど声、はい、色がねいや今こう一応ね姿はないけど撮影だからっていうのもあるかもしれないけど変わりましたね。 <嘘>うん。だから気づかなかったっていうと、もう今言っても言い訳だけど、全然ね、<laughs> なんか全然印象が違う。あ、そうですか。なんかだから、電,電話っていうのも大きいかもね。まあね、カメラな、ね、いし、うん、家にいるっていうその。そうですね、それもある。で、でも、いや、あれですよ、きっとその、お母さんというのはでかいんだろうなと俺思っちゃった直感で。そうなのかないや、なんかだからその、 怖い音色が全然違う、その声色の。あ、でも、やっぱり、一、うん、なんか、届けたい言葉をちゃんとキャッチしてもらうように発さないといけないとか、優しい言葉をかけないといけないとか、うんうん、声のトーンは毎日意識してるかもしれない。いや、もう本当、印象が、だって今こうやって喋って、うん、あら、ベッキーさんかってなって、昔の話もして、そんな大声、うん、大声出さないって別に普段からそんな大声で喋ってたわけじゃないと思うから、<laughs> うん、今はもう、 印象のベッ声ではあるんですけど、照らし合わせるとね、うんうん、ちょっとやっぱ違う、うん、根本がというか、あーやっぱそうなのかな。いやっぱ、まあ、だは人生変わる一番人生が変わる出来事かもしれないからね。やっぱ出産とか。いやもうだ我々男性ちょっと図り知れない部分もありますからそこは。でもそうやって言うじゃないですか、歌い手さんとかもやっぱりあの<ー>出産されると。 そのボ,ボーカルが変わるっていうかその声色がやっぱ変わるとかそうなんだそう言うんですよこれ本当にだからやっぱ物理的に変わってるんでしょうね体がす,すごい、うん、それすごいだからほすげえ優しい感じのこの人誰だと思いました嬉嬉ししいいややっっなぱんかその ね、母になる前を知ってるからというのが、あるんだと思うけどそう、ね。そうですね。なんか、私、ハマさんとの関係って、なんか一言で言い,、うん、言いづらいんですけど、タイトルつけるとしたら何ですか友達って感じでもないし、ね、な友達ではないんですよ、絶対。そう。友達じゃないんだよな。何な,な,な,なの私たち。何 <laughs> な,な,なのこの曲 <laughs>。私たち。いや、何でしょうね。でもなんか、 うん、え、何なんだろう。ただの共演者ではないし。そうなんですよね。なんか、その。でも、お互い多分、その年齢感はもちろん違えど。ターニングポイントとなるような時期だったんだと思うんですよ。うん、きっとね。なるほどね。もちろん、あのベッキーさんの人生を全部見てないから、いっぱいあると思うけど、うん、ターニングポイントは。うんうん、でも、僕にとってはターニングポイントの一つで。 私もですうん、そういう時間をあの共有した人だから友達っていう言い方ではないなと思うし恩人みたいな気持ちももちろんあるんですけど<の>でもなんか恩人っていうとねなんかちょっと大げさすぎるね先生とかそういう師匠みたいになっちゃうからあのそういうことでもないんだけどだから一番不思議がられますよね4年もベッキーとやってたんだもんねじゃないですか周りからしたら。 そうそうだからなんかね難しいですよね確かにねどういうでもほらよく戦友とかそういう振り返った時に<ー>そうまあね、まあ、戦う何とだって話もあるけど、まあ、まあ周りとか環境とか多分やってきたことに対して何か一つ戦ってるんだとしたらそういう意味合いはちょっとありますよねねなるほど戦友ね。 なん,な,なんか、連絡先知ってるわけではないから、友達って言っていいのかな<う>でも、<う>だ年引きしいみたいな。連絡先を知らないんですよね。あの、インスタの DM ですもんね、<う>やっときはね。本当に大事なことがある時に、<laughs> 本当にね、一年、なんか、しばらくぶりで DM が来るみたいな。<laughs> え、じゃあ、ちょこちょこ、たまにまた DM とかしていいんですかそれを今、この場で約束してるのも相当面白いですけどね。<laughs> だから余計。<laughs> インスタの DM のやり方をここで打ち合わせするって <laughs> 勝手にやっとけよって,って、ね、いや本当ですよ。だし見てる人も本当に不思議な関係性なんだろうなと思うと思うわこれで。えそうね。ねやあの番組見てくれてた人は未だにそうやって言ってくる人多いから、うん、そういう人もいると思うけど、うん、でも今初めてここでえそんな一緒にやってたんだと思う人もたくさんね,ね多分いると思うから、うん、なんかでどういう確かにどういう関係よて思うでしょうねこれは。 だから勝手にな何かわかる私もなんかニュースがあったりすると「うん、あおめでとう!」とか思うしなんかそ不思議な気持ちにはなり不思議な気持ちっていうか、うん、なんかそういう他人事じゃない感じがやっぱありますねなんかね。うんあもうん自分もだから仕事始めてこの間で1周年ですみたいなのとかもあったんですよ、うん、番組もね。ううううんうんうん、うん そのたびにやっぱ思うんですよ1年やってきてやっぱ1年続いてよかったねって思うし、うんうん、やっぱあれ4年以上もやってたってすげえなっていうああしいそんな節目節目で思い出してもらえてるのが嬉しい、うん、だから僕のキャリアの中でだってバンドラジオ、うんうん、フルコーラスじゃないかな長いのがえー、そこ入ってくんだ嬉しいそう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 ,う僕らは12年目になったんですけど そうだもちろんバンドは長いですし、うん、で19ぐらいの時から、まあ、同じ番組じゃないですけどラジオは続けさせてもらってて、まあ、そこは本当に長いって意味では長いですけど、うん、その音楽じゃないことで言って一番長く同じ座組っていうか人たちで作ったっていうのは僕はフルコーラスしかないから今のところ歴が<ー>そうそうだから全部ね物差しですよ本当に。へ<ー>うん 嬉ししいいって,し追ってしまいますよね残像をその、まあ、相方であるという意味でベッキーさんこうだったような別にそれをあの違う人に反映させたりとか一切ないけど、うん、ベッキーさんこういうふうにしてたな、うん、この時はって自分が思い返したりそれはね、うん、スタッフの方たちもそうなんかあのチームは本当に優秀だったんだなっていろんなところに出させてもらうようになって偉そうですけどやっぱり比べるものが。 僕にはあるから、うん、4年間っていうなんか一緒に本当に一つのものをみんなで作ってたって感じがな,なんかそれをそうそうすごいね思い出しますよ僕は特にうんなんかああ嬉しい、うん、ちゃんと覚えててくれてんだよかったいやもうちょっとすいませんねあの喋り出しはマジで思い分かんなかったけど <laughs> いいです面白かったです <laughs> 面白かったから、OK、いやーでも あれですよ。いや、出てくれて嬉しいんですけど、その自分、うん、自分がこれやると思ったら、この電話出るとき緊張すると思いませんうん、する。やだ。でしょ、うん、なんかも <laughs> あの、わかり際の涙は嘘だったんだじゃないですよ、<laughs> 本当に。意味ありげにしちゃったあってんだけどね。そうそう,そう。<laughs> すいません。いや <laughs> いやいや。でもそうそう。め、めちゃめちゃ嬉しいですさ。いや、ほんとすいません。あの、ありがとうございました。 <laughs> さっぱりしてるわ。ありがとうございました。もう,記録もう、もう切ろかなって思ってるんですけど。いや、そうでしょしていやいや、でてかもう、あの、本当お子さんもいるし、そんな、喋らせてごめんなさい、こんな時間に。うん、もうちょっと寝たいそうでしょね。早寝ですしね、うん。そうそうそう。大丈夫ですかいや、ありがとうございました、本当なんか、あの、告知とかあります大丈夫大丈夫じゃないからあ、ね、大丈夫、大丈夫ですよ。大丈夫告知とか逆にありますあっと、 電話だし、別に大。<laughs> 大丈夫ですかはい。うん、じゃあ、あの、引き続きよ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ってください。またまた。はい、バイバイ。はい。し嬉しかったです。こちらこそ、ありがとうございました。めっちゃ嬉しいな。初めて電話したな、だから、本当に。